はい。皆さん、こんばんは。21時になりました。いやー、天皇杯、すごい試合でしたね。あと一歩だったんですけどね。うーん。でもまあ、すごく、いい試合を、素晴らしい試合を見せて、えー、もらえたのかなと、思います。今日もね、コメント、早速ね、いっぱい来てますけども。 えー、長野のバス、アルピコ交通さん、初見ですのでよろしくお願いします。絶対初見じゃないですよね。<laughs> 何回もコメント見てきてますよ、今まで。初見じゃないですよね、絶対ね。えー、アスルプラの沼ゾンおンチャンネルさん、今日もよろしくお願いします。はい。ちょっとね、雑談もされてるようですが、これ全部ちょっと拾ってられないので拾いません。えー、ケイさん、こんばんは、今日もよろしくお願いします。今節はね、鹿児島と愛媛が直接対決ということで、 はい。そういうタイミングでもあるので、えー、ま、主浮上のチャンスがある試合になりますけども、はい。ということで、語られた、富山の対戦,相手に対戦相手について語る配信、今日もやっていきます。えー、次の試合ですが、アウェーで、奈良クラブと、試合です。で、土曜日、なんと15時、キックオフ。この、真夏の炎天下の中での試合と、 なります。ということで、今回のテーマ、奈良クラブについて、えー、J リーグ1年目ですね、お話をしていこうと思います。よろしくお願いします。ということで、えー、毎週お願いをさせていただいてますが、ぜひ、ぜひぜひ、チャンネル登録をお願いします。えー、このチャンネルもね、始まって、えー、もう2年以上経ちましたけど、ようやく4000人を超える方に、 今登録をしていただいてますが、さらにいろんな方に広がっていくといいなと思っているので、ぜひチャンネル登録をお願いします。はい。すごいたくさんコメントいただいてますが、ちょっと拾えない可能性もありますが、ご容赦ください。はい。ということで、まあね、昨日惜しかったですねというのも。 あってね、天皇杯の余韻も、まだ残る中ですけど、サソリンさんもありがとうございます。いろんなね、余韻がある中ですけれども、今日は、あ奈良クラブについてお話をしていこうと思います。で、この、サムネイル、ロートフィールド、奈良の写真なんですけども、この写真、去年実は、えー、奈良クラブのホームゲームに私、 一度行っておりまして、まだ奈良クラブ JFL だったんですけれども、その時の試合開始前の時に撮った写真ですね。ある相手がね、ベルスパ大分との試合で、残念ながらこの試合奈良クラブ敗戦だったんですけども、あの5000人を超えるサポーターがこの試合詰めかけてて、えー、ちょうどね、その集客の 目標ノルマっていうのがあったので、頑張ってた時なんですけども、その時の写真になります。その時の思い出も今日は少しお話をしていこうかなと思います。ということで、クラブの歴史から、まずはあ、いつも通りね、お話をしていこうと思います。この奈良クラブの、まあ、前進クラブといいますか、最初の大元のクラブができたのが1 9 0 0年 91年になります。えー、奈良市立都南中学校のサッカー部 OB ですね。OB の皆さんが中心になって、都南クラブという、うまあ、アマチュアのサッカークラブを創設します。そこから、えー、県リーグの一番上、県の一部リーグまで上がって、まあ、奈良県内では、あかなり強い、いい、アマチュアのサッカークラブ。 なったと。いうところからあ、歴史が始まっています。で、そこから時は流れて、2008年、えー、元 J リーガーの矢部二郎さんという方、まあ、トスですかね、サガントスで結構プレイしてた選手なんですけども、矢部二郎さんが、あ選手兼、監督といいますか、そんな立場で加入をした際に、でこの矢部二郎さんが、 えー、確か地元が奈良だったんだと思うんですけども、この奈良で、えー、まあ、本格的にこのチームを、活動を引き継いでやるのをきっかけに、J リーグを目指したいというところから、じゃあチーム名も新規一点変えていきましょうということで、チーム名を奈良クラブに、このタイミングで変更して、えー、ここから J リーグを目指した、ああ、戦いが始まるというところになっています。 でこの2008年に県リーグから関西リーグに昇格をして、で、2009年、いきなり関西の2部リーグで優勝します。で、その後、えー、時間はかかったんですけども、関西1部リーグを優勝して、地域決勝大会、J えー、地域リーグのね、優勝チーム集まる大会ですけども、ここでも優勝して、えー、2015年から JFL 昇格が決まったと。 というところが最初の歴史になります。コメント、ちょっと全部は拾わないですが、ああ、いくつか拾いましょうかね。えー、っと、厚志うさんもありがとうございます。えー、っとね、愛媛の外国人選手、ベンダンガー選手ですかね。そういえば最近見ないですね。はい。 えー、パルセーロのホーム開幕で奈良クラブ戦、その時は0対3の負け。あー結構最初の方ですね。そんなスコアでしたね、確か。カターレさんも奈良戦限定でタオル回しながら、あーそういう応援がね、奈良クラブさんの応援ではね、有名ですよね。アッコちゃんですよね。あの、タオルを回しながら横にゴールランのサポーターがあの、動きながら、 ああ、タオルを回しながら応援するというのが、あの、オリジナリティのある応援で結構、最近ね、広まってきてるのかな、というとこですね。えー、藤原慎二さんならサポです。よろしく。はい、よろしくお願いします。え澤、ー、さん、よ、よろしくお願いします。松さんも、お疲れ様です。よろしくお願いします。えー、これは、あ、そうですね。奈良クラブ対ベルスパ大分の試合の時のサムネイル、写真をサムネイルにしています。 えー、去年の奈良対鈴鹿の試合、1万人、あ、そうですね、1万4千人ぐらい入ってたはずです。奈良クラブはこんな歴史が、はい、ここから始まっています。えー、早く奈良から、奈良から、ありがとうございます。えー、富山さん、昨日の天皇愛作家お疲れ様でした。惜しくも負けてしまいましたが、あー、同じカテゴリーの誇りです。そうですね、来年はね、ベスト、 16、住みたいですね。J2 シードとして来年は出たいところです。え良、ー、の印象、無敵なチームと。そう、あのね、得失点の数が今 J3 で一番多いんですよね、奈良クラブね。で、失点があ少ない、守備がすごくいいサッカーなのかなという印象があります。奈良クラブ、強いですね、と。強いですね。かなりね。 えー、赤月ひかるさん、お疲れ様です。ウィキ、ウィキペディアウィキペディアまあ、ウィキペディアも見てますし、あとはね、結構、去年奈良に行った時にいろんな人からちょこっと話聞いたのであったり、あと YouTube 探してたら奈良テレビのチャンネルで、この奈良クラブの歴史、歩みを振り返るみたいな番組が上がってたんで、それからもちょっと、えー、参考にさせてもらってます。えっ、ー、と、この、 今のこの配信の概要欄にですね、えー、なんて言うんですかね。奈良クラブの歴史を知りたい方はこちらもどうぞっていう URL をリンクを貼ってるんですけども、え奈良テレビが多分奈良県内で放送した番組だと思うんですけども、それが YouTube に奈良テレビのチャンネルに上がってるのを見つけまして、これがすごくこう、奈良クラブの創世期から今までの歴史をわかりやすく伝えてる特集だなと思ったので、 url を貼っております。もし、良ければ、これも、そちらもね、見ていただければ、奈良クラブのことすごく、わかるのかな、と、思います。ラッパ応援。ああ、そう、ラッパーでね、あのー、ちゃんとと言いますか、応援。なんか、野球みたいな、あ雰囲気の応援も少しあるのかな、と。え長、ー、野、松さん、逆転負けしました、から。 ああ、はい。そんなこともありましたかね。えー、浅川選手ね、すごくいい選手ですね。去年 JFL の得点王と MVP とベストエイブ取りましたよね。えー、リリアさん土曜日なら行きます。語る応援し始めて2回目。ありがとうございます。応援しましょう。えー、そうね。富山県代表の座をね、もう J2 シードになれば予選出なくてよくなるんで、新庄クラウドさんが、あのー、出れるようになるので。 早く枠を上げないといけないですね。えー、鹿児島愛媛が、鹿児島勝ちか引き分け、かつ富山が、あ勝てば1位になるという状況ですね。修学旅行。まあ、結構ね、有名な、あメジャーな修学旅行の行き先なのかなとも思います。はい。あとね、そう、これですね。J2 シードで、えー、カタールは、 天がて新クラブがあ県代表の枠で、出るののが一番理想なのかなかと思いますでそしてね、えー、歴史に振り返りに戻りますけど、JFL にいい昇格をして、えー、この勢いですぐ J3 へと行きたいところだったんですが、あなかなか簡単にはあ、上には上がれないという JFL の厳しさを痛感して、 えー、この間ね、えー、いろんな監督が、薩川監督だったり、杉山監督だったり、まあ、いろんな人がね、えー、J リーグでも実績のある監督が就任したんですが、なかなか、えー、上に上がることはできず。で、その5年間の間に、えー、観客数を、水増しをしていたということを公表するという事態に2019年になりました。 これが起きた背景にはですね、JFL から J3 に参入するための条件の中に、平均観客数を2000人以上、シーズン通して入れなきゃいけないという。なんで、ま、15試合あるなら合計3万人ですね。3万人入れないといけないという、ま、ノルマがあったということもあって、えー、ま、こういうことをしてしまったと、うん、いうことを発表、公表。 をしました。で、その責任を取って、この時の経営者、社長さんが、あ辞任退任をして、今の浜田社長に、えー、変わったという、このタイミング、2020年のシーズンから経営体制が変わって、えー、まあ、ゼロと言いますか、もうマイナスからの再出発を、ここからあするというところになります。 で、このタイミングで J リーグからもやはりペナルティがあって、この、当時はね、100年構想クラブという、うまあ、資格がまずあって、これを持っていないと J3 のライセンスを申請することができないというルールだったんですけども、この時に100年構想クラブの資格が停止と、資格、ちょっとダメですよと、あげませんよということになって、 で、まあ、これはね、あの、いろいろ、まあ、信頼回復なり新、新しい社長さん、経営者のもとで頑張って、えー、体制を見直したことで、えー、翌シーズンのライセンス申請までには、あ資格停止が解除されて、J3、えー、のライセンスを普通に申請することができたというところで、まあ、大きなあ、そういうライセンス関係での問題にはならなかった、つながらなかったんですけど、まあ、こういった、あちょっと、 悪い意味で結構世間にいいいい名前がね、ニュースが報じられてしまったというところも過去にはあったという歴史になっています。コメントを読みましょう、えー。ホームスタジアムのロートフィールドは今月から照明設備の工事を始めますと。うん、そうですよね。なので来シーズンからはナイターが可能になるというところでしょうか。 えー、奈良のホームは J2 に向けて改修工事が始まりました。ありがとう、奈良市長様。と。はい。そうですね。水増しは、んいただらけないですね。やっぱりこう J リーグに上がる、上がらないの基準になってる部分なので、そこをごまかすのはね、ちょっと、よくはなかったのかなってところですね。緑の風さん、こんばんは、今夜もよろしくお願いします。天皇杯。ね、大変でしたけども、いい試合を見せていただきました。本当に。 幸せな120分だったなと思います。えー、奈良の注目選手は、キーパーのアルナウ選手。あと、元ガンバ大阪ですね。ヨメサカ選手。と、やはり何と言っても浅川隼人選手ですね。去年の JFLMVP ですね。えー、そうですね。照明行これ来年からです。だと思います。ナイターができるのはね。はい。えー、そうですね。まあ、この水増しという歴史もあって、それを踏まえて、 今の浜田社長が新しい奈良クラブを作って、今 J リーグまでやってきたというところです。えー、この当時はあ、なかなか上に上がれないという苦労もあったと。アルナウ選手、ああ、そうなんですね。負傷しちゃったんだ。ちょっと心配なところですけども、岡田晋理選手、今年からあー北選手だったかな。ゴールキーパーの選手、今治から。 ましたね、はい。あと、そう、電光掲示板もまだない状況ではあるんですけども、まあ、徐々に徐々に、えー、改善になり、良くなっていくのかなと思います。えー、奈良クラブはエンブレムに鹿がある。ああ、そうですね。鹿の絵が載ってますね。鹿ダービーになるのか。 今年の奈良もうどうなるんだろうと。どうなるんでしょうかね。どうなるんだろう。えーと、あーはい。でもね、富山も15時キックオフなんで、パルセロさんも同じ条件で頑張ってください。はい。頑張ってください。えー、出場選手の表示はベンチの横にある板に貼り付けると。うん。ちょっとアナログな感じはありますけども。 まあまあ、これもね、J3 のスタジアムではね、時々見られるところではありますね。はい。で、えー、まあそういったちょっと逆風が吹き荒れる中での新社長、浜田さんが就任して再出発となったわけですでもけれども、2020年はえちょっと新型コロナもあってシーズンが半分に短縮された時でしたけど、この時は13位でした。 でその翌年、えー、新たなチャレンジということで、スペイン人監督の、スペイン人のフリアン監督を、えー、にオファーを出して就任してもらいました。で、このフリアン監督が、えー、クラブ史上初の外国人監督ということになります。で、えー、さっきちょっとお話をした、その奈良テレビさんで、えー、放送されて YouTube に上がっている特集を 見たんですけども、その中でもフリアン監督がちょっと言ってたのが、この2021年、あのー、開幕当初、新型コロナの影響もあって、なかなか日本にやってくることができないという中で、えずっとシーズン始まってからもしばらくはリモートで、えー、選手たちに練習の指示だったり、メニューをこうし,こうしてね、合わせてねっていうのを伝えてたらしいんですけど、リモートでやるっていうのがなかなかやっぱ苦労したと。 当初は苦労したというお話もありましたね。で、えー、まあそんなところからでしたけど、実際、フリアン監督が来日してから、えー、細かなあ戦術なり、いろいろメソッドを落とし込んでいって、シーズン序盤はちょっと残留争いをしていたんですけど、終盤から手応えを掴んで、えー、白星先行で、シーズンを終えて10位という成績で、えー、終わりました。 でその翌年ですね、昨年ですけれども、えー、浅川選手、お頭に実績ある選手も何名か補強して、そこからですね、えー、確かアウェー無敗でしたよね。ホームでは黒星ありましたけど、アウェー無敗でシーズンを駆け抜けて、JFL 優勝となりました。そして、観客動員のノルマというのもありましたけれども、 序盤戦はなかなか苦しんで、平均2000人に遠く及ばないような1000人ぐらいだったんですけども、中盤戦から終盤戦にかけて、あの、ロートフィールドだいぶお客さんがどん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 増えてきて、僕見に行った試合ではね、5000、5200人だったかな。結構、もうカターの試合よりこれ入っとるやんけやと思って、すごいと思って見てたんですけども、その後の、鈴鹿ポイントゲッターズとの試合では14000人を超えるお客さんが入って、 こう書いてあるね。14,202人が JFL の歴代2位の動員を達成して J3 の観客数の条件をクリアと。で、その次のホームゲームだったかな。その次のホームゲームで、え勝利して、えー成績の条件もクリアして J3 参入を決めましたと。で、今年から晴れて、 J リーグチームになって J3 を初めて戦っているというのが歴史になります。はい。えっ、ー、と、コメントを読んでいきましょう。どこまで読んだっけえー、これか。で、まあ、このタイミングで奈良クラブ、そして FC 大阪あーもね、第5節でね、特集やりましたけど、 この両クラブが J3 にやってきたということになります。で、この奈良クラブ FC 大阪、この両クラブですけども、この、テケロップで被ってますけども、地域決勝優勝して JFL 上がりましたってタイミングがあるんですけど、同じタイミングで FC 大阪も JFL に上がっていると、いうことでもう地域リーグ時代からずっと同じカテゴリーでしのぎを削り続けている。 コ駒山ダービーのー相手ということで、この奈良クラブと FC 大阪という二つのクラブは、かなりのライバル関係なのかなという印象があります。えー、奈良サポーです。土曜、めっちゃ暑そうなる熱中症対策。語りの皆さん気をつけてと。はい。あのー、いっぱい水用意していきたいと思います。えー、北九州サポーです。あ、船橋さんお久しぶりですね。 えー、来月、ロートフィールド行きます。今から、国書対策に4年がありませんと。うん。暑い。いいですけど。ま、なんとか頑張りましょう。えー、水分補給日焼け対策必須。いや、そうですね。ちょっとしっかりと準備していきたいと思います。フリアン監督はもう3年目ですね。スペイン人らしい戦術。そうですね。結構約束ごとなり、いい、立というのを。 重視したサッカーなのかなと思います。奈良に集まれはい。明日から、あ移動して奈良に向かいたいと思います。楽しみです。この暑さでデーゲームなかなかきついですけども、まあ、あそこはなんとか頑張ってほしいと。えー、奈良クラブのスポンサーにロート制約。奈良クラブのスポンサーにロート制約ついてるんですかねついてるのか。 あのー、スタジアムの名前であったり、その、なんだろう、周辺の、えー、体育館であったり、施設、その全体がね、ロート製薬が命名権取ってるんですよね。はい。えー、カタールの最多記録、観客数ですね。以上なのが何ともと。いや、これはすごいですよね。カタールもあの、ガンバ大阪戦で、1万3000人、 ぐらい来たのがあったんですけど、14000人確かまだないんじゃないかな。はい。えー、あ、やっぱりそうなんですね。ロートさんはスポンサーではないと。その、えー、スタジアムであったり、その横にあるアリーナ体育館の名前であったり、その公園内の施設の、えー、命名権を取ってると。だロートおー、なんだっけ、ロートフィールドであったり、ロートアリーナであったり。そんな感じで、えー、名前を取っているということになります。 えー、奈良が J1 に上がったら、アウェイのサポーターいっぱい来そう。奈良駅までは京都から1時間。ああ、結構近いんですね。なるほどね。えー、あ、そうですね。ロート製薬さんはバンビシャス奈良。えっと、B リーグ、バスケットボールのチームですね。えのスポンサーですが、奈良クラブのスポンサーではないと。なるほど。バンビシャス奈良のね、ユニフォーム、ここ胸に、あの、ロートって確か入ってましたよね。 えっと、まあ、こういう問題提起もね、ありましたけど、その JFL のクラブに、まあ、観客動員数を求めるのはどうかと、まあ、J3 でもね、じゃあ2000人超えてる、全部が超えてるのかって言ったらそうではないっていう、まあ、あ部分もありますので、うん、いろんなこう、まあ、問題提起がありましたけど、まあ、それもあってか今年は、この観客動員数の基準というのは実質的にもう撤廃されたと。 いうのがありますね。はい。えー、奈良クラブさん振り返ると、矢部二郎さんとの出会い。中川さんとの出会い。うん。ユニフォームデザインね。あの、当時セレッソの天皇杯で当たったクルピ監督が、ああこのユニフォーム欲しいっていうのを言ってたのがね、ありましたね。はい。えーと、こんなとこかな。はい。 そしたらあー、実際、奈良に行ってきたあののね、お話をしていこうと思います。ということで、えーまあ、富山からの距離で言うと大体、だいたい328.9というね、結構な距離があるなと思いました。下道で、これ全部行ったんですけども。え、下道だったよな、全部。でも結構なんか遠いなという感じはありましたね。 で、その、到着してからですけど、天理スタミナラーメンという、うまあ通称天スタと、奈良の皆さんはね、言ってるようなんですけれども、天理スタミナラーメンを食べに行きました。で、このラーメンなんですけど、結構白菜がたくさん入ってて、えー、で、味はね、結構ピリ辛なんですけど、白菜の甘みも、こう、ラーメンの出汁スープにね、染み出してて、 えー、でね、これ、お肉の部分もあったりして、えー、めちゃめちゃ美味しかったな、という感じです。はい。で、まあ、その後、ゲストハウスにこの時いい、泊まってたんですけども、ゲストハウスにも、に、ゲストハウスにこの奈良クラブのポスターが貼ってあったんですよね。で、5、6年前ぐらいかな、このゲストハウス、泊まったことがあったところで、 あ、いいなあと思って、久々にここ泊まろうと思って、えー、ここに、同じとこにしたんですけど、6年ぶりに行ったらちゃんと、奈良クラブのポスターがあって、えー、6年前と今では、かなりこう、地元への浸透度というか、みんなに広まってきてるんだな、このクラブが、というのを、こういうのを見て、えー、感じた、あ記憶があります。はい。で、その翌日、 えー、奈良をね、少し散策をしようと思って歩いてたら、あ、こういう看板があって、まあ、鹿が結構ね、飛び出してくると、あの、道路をね、渡ったりも普通にするような感じなので、うん、結構、運転してても、ナビがね、えー、この辺り鹿が飛び出してくることがあるので、お気をつけくださいみたいなことを言ったりもしてたんで。 この地域なら、ならだからこそという部分なのかなというのをこういう看板見て思いました。はい。てなわけで、えー、ちょっとコメント読んでいきましょうかね。これね、駐車場結構少ないようなので、あのー、駐車場止める方はもうほんと早く行きましょうという感じですね。 無料ですと。まあ、無料なんですけど、結構狭いというか数は少ないのかなと思います。駐車場無料はありがたいですね。はい。ただ先着順です。はい。天理スタミナラーメンは、サイカさんサイカさんこれ、天、何ラーメンってサイカでいいのかなサイカの方が美味しいですと。あ、なんか別の人も言ってたな。個人的には天タよりサイカの方が好きですって言ってたな。はい。 えっと、夜、このコース点付近、時々渡ってきます。あ夜、夜でも渡るんですね、鹿は。引かずに済んでよかったですと。いや、暗い時ちょっと怖いですよね、運転。ね、鹿に激突してドーンなんてなったら危ないですからね。はい。えー、去年の、さぬき線、そう、去年のサヌキ線そう去年のサヌきさ線アウェイ行く前の日に、 奈良に寄ってから、あのー、行ってきましたね。カターレの試合じゃないのに、はい、あのー、奈良クラブが上がりそうだなと思ったので、一足先にちょっと見に行くかっていう、そんなノリですね。はい。そんなところかな。奈良さんとの試合前は、天理スタミナラーメンのカップ麺を食べとくかと。ははは。 まあ、どうなんでしょうね。その奈良のラーメン事情があまりよく分かってないですけど、まあ、この天理スタミナラーメン以外にも何かあるのか、これがやっぱ一番有名なのかちょっと分かんないですけど、どうなんでしょうかね。はい。で、奈良公園の中に入ると野生の鹿がいっぱいいて、で、僕鹿せんべいを購入したんですけど、購入した瞬間に、わーっと鹿が、 ああ、寄ってきて、10匹ぐらいに囲まれましたかねで。鹿せんべいをはいはいはいってあげて、で、すぐこう入ってあげて、はい、私持ってません持ってませんっていうリアクションをして、えー、鹿さんから離れてもらいましたというのがあったんですけども、この鹿せんべいの販売所ってのがあるんですが、この鹿せんべいの販売所にいっぱい鹿せんべい積まれてるんですけど、それは、 鹿食べないんですよね。で、聞いたら、その鹿せんべいの販売所のせんべいを食べると、販売所の人にどやされるからと。<laughs> そういうふうに教育されてるらしいです。なので、購入して観光客の人が持った鹿せんべいを狙うようにちゃんと、野生なんだけども、まあ、教育されてるというか、覚えてるというか、そんな感じにいなってる。 そうです。すごいですね。奈良はね、鹿がやっぱり有名ですね。大仏プリンっていうのも有名なんですね。なるほど。片割れさんお願いします。一人、コワード、八戸にレンタルで貸してくれませんか ?11 月の富山戦は出場停止付きデームをダメですかダメです。ダメです。ダメです。ダメですよ。ダメですよ。ダメです。 はい。えー、奈良公園は今、小鹿が公園デビューの時期。あ、そういう時期なんですね。今、あ生まれたばっかりな感じなんでしょうかね。えー、しかもそこら辺は、わきまえてるんですね。と。そう。しっかりとお、わきまえてるようです。えー、我々奈良県民は、奈良に行くといえば、奈良市を指しますと。ああなるほど。 ああ、でもそうだな、あのー、富山県民の、その富山、ああ、なんて言うんだろうな、市街地から離れたところに住んでる人からしても、ちょっと今日富山行ってくるわ、って今日,ちょ今日ちょっと富山行ってくっちゃって言ったら、それは富山市街地の方に行くっていう意味なんで、まあそれと同じ感じなんかなと思いました。はい。 えー、鹿せんべいは人間は食べてはいけない。鹿様には鹿せんべい以外を食べさせてはいけないと学校で習いましたと。えー、そんな授業があったんですね。じゃあ、八戸から富山へフォワード連れてこようぜ。お待ちしております。お待ちしております。むしろ片荒れがフォワードを欲してる。そうなんですよ。川西選手をね、サヌに期限付きで出してるので。うん、ちょっとね。 はい。<laughs> こんばんは、会社から参戦。あれ、ありがとうございます。ありがとうございます。なんだろう、ライブ中止なのかって何でしょう、これは。ライブ中止とは何のことでしょうか。蜂の毛フォワード補強必要なんで、これ以上はダメです。はい。わかりました。<laughs> まあ、あの、どこからどこへの移籍っていうのは、ま、ちょっとこれぐらいにしておきましょうか。はい。 で、この奈良公園のすぐ隣にね、えー、奈良の大仏もいました。こう写真で見るとね、そこまでに感じるかもしれないですけど、間近で見るとすごくでかいです。はい。めちゃくちゃでかいです。あのー、語彙力のない感じになりますけど、迫力がありますと。もう何回も使ってる言葉ですけど、迫力のある大仏でした。 でそんな感じでね、観光を一通りしてから、じゃあいざあ、ロードフィールド奈良へ行きましょうとなったんですけども、えー、近鉄奈良駅が最寄り駅です。徒歩15分から20分ぐらい、結構、ちょっとかかるんですけども、まあ駐車場があまりスタジアム周辺にないということで、この日は、えー、近鉄奈良駅。まあこの周辺に宿を取ってて、 で、その宿の近くに車止めてたんで、もうそこから歩いて近鉄奈良駅まで出てきました。でそこからさらにロトフィールドへ歩いていくぞというとこですね。で、歩いていると、えー、道路の右側の方歩いてると、えー、喫茶バルドーさんという喫茶店があるんですけど、このお店がすごく奈良クラブを応援されているお店で、えー、奈良クラブの、おなんていうんですかね、 えー、応援セールみたいなこともされてて、このバニラアイスにお醤油をかけて食べるアイスというのがあったんですけども、これがね、意外と合うんですよね。甘いものに醤油って思うんですけど、めちゃくちゃ合うんですよね。これおすすめです。あのー、今年も、あの、試合前に立ち寄ろうかなと思っております。すごく楽しみにしてます。はい。ちょっとコメント読みますかね。 えー、高岡大仏があるし、大仏ダービーでいいじゃないとか言ってみると。まあ、確かにあるんですけど、なんていうんですかね。もうお、規模感が全然違うというか、高岡大仏と奈良の大仏は。うん、ちょっとね、大きさがだいぶ違うなというのは <laughs> 思いますね、えー。奈良駅からシャトルバス、ああ、まあ、あってもいいかなと思いますね。奈良駅だったり近鉄奈良駅から。 あってもいいのかなとは思います。バルドーはいいですよねと。うーん、よ、よかったです。あのー、去年はテイクアウトでアイスクリーム買っただけだったので、ちょっとお店にも入ってみたいなーっていうのは思ってます。ユウさん、こんばんは。船山選手ね。あ、今、ラインメール青森なんだ。なるほど。ラーメン屋さんもある。あ、この通り沿いにあるってことですかね。そうなんですね。 えー、そろそろホームでガイナーレ鳥ッ買ってほしい。うーんー、そろそろそうですね。まだ一生もしてないんでしたよね、確か。そろそろさすがに、とこですよね。えー、バルドーさん。毎回試合日はアウェイサポーター向けメッセージ掲示されます。あそうなんですね。それは、ああ、ちょっと楽しみですね。またなら行きたいですと。えー、ルビーマサさん、こんばんは。アイスに醤油。 うん。結構ね、独特ではあるんですけど、この組み合わせ。いや、本当に合いますよ、この組み合わせ。美味しいです。美味しいですなんかいつも食レポするノリで今言いましたけど、本当に美味しかったです。バルドーさん、古墳カレーってのがあるんですね。いろいろなんか、まだ、まだ知らないバルドーさん、いろいろありそうですね。楽しみだな。で、えー、15分から20分ほど歩くと、こんな感じでね、池が、 えー、見えるんですけども、池に名するんですけど、この池の奥に、結構広い公園があって、その中に、イーロートフィールドならがあ,ーあるという感じになっています。で、スタジアムとしては、メインスタンドがこう、椅子席、スタンド席があって、で、ゴールラとバックスタンドが芝生席になっているといった作りになっています。 で、僕が見に行った時は5000人以上入ってて、メインスタンドはパンパンで,で、ゴール裏とバックスタンドがちょっとずつ埋まってるなーっていう感じだったんですけども、あの、14000人入ったあ鈴鹿線ですね。これ映像でしか見てないんですけど、メインはもちろんですけど、ゴール裏もバックスタンドも、もう、ぎっしり人が詰まって、芝生席の芝生がもう全く見えないぐらい人が、 ぎしり入ってたなっていうぐらいね、すごい、あの試合すごかったんだなっていうのを映像で見てですけど、思いました。えー、ライライテだった、ライライテなんかあったような気、するな、あの通りに。ライライテあったかも。はい。ともこさんこんばんは。乃木坂しか勝たんさんも、こんばんは。え奈良交通の 奈良クラブのラッピング見、広告見たら幸運が、ああ、そうなんですね。見れることもあると。15時の試合は、いやー、めちゃくちゃ暑そうですね。ちょっと頑張りたい。奈良交通バスの奈良クラブのラッピング見てない、見てみたいですね。えーと、愛媛サポですけど、今年行くつもりです。はい。ロートフィールドの6、 ロッカールームは隣合わせってのは、あ、えっ、ー、と、ホームチーム、アウェイチームのロッカールームが隣ってことなんですかね。他のイベントがない限りは、12時くらいまではスタジアム前の無料駐車で止めれると思いますよ、と。なるほど。わかりました。一応、あの、駐車場があるのはわかってるんですけども、まあ、クラブ自体がね、えー、なるべく近鉄奈良駅から歩いてきてくださいということを、 えー、推奨をどうやらされてるようなので、今回も、うん近鉄なライから歩いていくことを予定しています。はい。えー、高橋選手、最近スタメン出場していないようですが、まあ、やはり毎試合別のヒーローが現れる。いや、そうですね。今、うん、チーム状態すごく良くて、日替わりヒーローが、あー、毎回毎回出てきてるという感じかなと。 思います。なんか、何回も書き込まれてますけど、長野市の方ちょっと天気悪いようですね。ご注意いただければと、お気をつけいただければと思います。えー、松本サポーター、鹿児島サポーターの松本はテクテク歩いてましたと。やっぱ歩いて来られる方多いようですね。えー、なら、あ、もう梅雨明けしたんですね。早いですねお。おめでとうございますなのかな。あの、富山は多分まだだと思います。 北陸はいつも通訳遅いんですよね。はい、そんな感じで、えー、旅を振り返ってきました。で、いつもであれば、これまでの、えー、この両クラブ、カター富山とその対戦相手の、なんていうんですかね、対戦、過去の歴史を振り返っていこうと言いたいとこなんですが、過去、対戦したことはないということで、今回、カター富山、 奈良クラブ。初対決と。初の対 A リーグ戦。多分天皇杯も含めてもないはずなんで、初対戦となります。で、じゃあこれ初対戦となります。終わりだとちょっとね、寂しいので、これ FC 大阪戦のこの配信時もやったんですけど、こういうものを持ってきました。J3 参入クラブ。1年目のクラブと、カタール富山が、 初めて対戦した時のこれまでの成績を並べてみました。で、えー、通算すると、えー、8試合今まで、えー、戦って、2勝2分け4敗と、あまりいい相性は良くないなと。初物に弱いというか、初物に対してあまり良い,い印象がないというのが、カターレサポーターの 印象ですね。はい。今まではね、今治にアウェイで勝ったのと、FC 大阪に今年ね、花園でアウェイで勝ちましたけど、その FC 大阪戦もね、ギリギリだったなと、やっぱ手強いなという印象がありましたね。はい。この奈良クラブとの初対決はどうなるのかというところです。 コメント読みましょう。陸上競技場ですが、喧騒よりも近くて見やすそう。そうですね。ミニスタンドで僕この時見てたんですけど、ミニスタンドからは結構、喧、う、騒、ん、よりは近いなと思いましたね。この好調ぶりが後半戦も続くというのだけど、と。ん、まあ、例年、そうなんですよね、カタールは。なので、なんとしても後半戦も勝ち続けてもらいたいなと。 えー、天気予報を見ると現地は試合時刻頃に雨っぽい。マジですか。いやー、ちょっと最近、最近雨ばっかりなんでもう勘弁してもらいたいですね。えー、カタールは前節の琉球に勝ってからいつものカタール取り戻した感じかなと。いや、そうだと思いたいですね。すごく、あの琉球戦の勝利は大きかったと思いたいですね。3連敗阻止したんでね。えー、じゃあ、奈良クラブ対カタール富山の試合は、 あ,あ、そう、初めて、初めてです。この試合が初めてですね。スタグル、はい。楽しみですね。あのー、去年は、えっと、奈良、奈良沼サラさん。あのー、どこで区切るかちょっとよく分かってないんですけど。えー、奈良沼サラさんの、おカレーだったかなちょっとお、プレートみたいなのも頼みましたね。美味しかったです。えー、この前から、 このチャンネル見てるんですが、カッターさんいつ仕事してるんですかいや、結構、割と平日は、あのー、仕事を,をしてます。あのー、あのー、富山テレビさんでも取り上げられたので、まあ、あのー、言ってもまあいいんですけど、まあ、あの、とある、廃校利活用事業みたいなことをしてる会社で、えー、ちょっと仕事をしております。えー、はい。初物に弱いカターですが、 えー、勝利して払拭してもらいたいと、思います。えー、J2 の時もそう、長崎さ抜きに、そさぬきにもね、J リーグ初勝利献上しましたね。ありましたね、そんなこともね。奈良クラブは相当強いですよ、と。今のところ、外弁慶と。ほう、そうなんですね。ホームで、えー、8ゴール8失点。アウェイ16ゴール7失点と。 なあ、パルセイロサポーターにとって奈良クラブはトラウマ。ああ、やっぱり雷近いんですね。ちょっと安全にお過ごしください。暑さ対策、うそうですね。ちょっと注意ですね。強くはないいや強いでしょう。今6位ですよ。強いですよ。あ、ゆうさん、ありがとうございます。 スパチャ800円ありがとうございます。スタグル紹介楽しみにしてますと。はい。スタグル購入に使わせていただきます。ありがとうございます。あ、そうそう。なら、ムマサラさんね。はい。去年いただきましたけど。カレーがおすすめということですね。岐阜の、ああ、そうか、岐阜線ってことですね。 失速。まあ、首位にね、一時期立ってた時期もありますけど、やはり、試合重ねていくと、やっぱり警戒されてきてるのかなっていうのは、多少はあるのかなと。浅川選手のブース、ああ、あるんですね。そうなんですね。ちょっと探してみたいと思います。カタールの最大の課題、アウェイ。そう、アウェイね、今年。まあ、ホームはまだいっぱいなんですけど、それ以外、4杯か。アウェイで4杯。 してしまってるので、そこを克服してほしいなと、いったとこですね。はい。ということで、初物に弱いを、ね、AC 大阪には勝ちましたんで、奈良にも勝てば、まあ、だいぶ払拭できたかなっていう雰囲気にはなると思うので、なんとか、勝ってほしいなと思います。ということで、これ最後のスライドですが、あー遺跡の情報。 になります。で、いつもであればね、かなり10行以上、行があるんですけども、結構少ないですね、今回は。あほ,とほとんど JFL の時のメンバーをー、そのまま契約を続行して、ベースは変えずに、ポイントポイントで補強をしているという印象なのかなと思います。 で、まあ、対談した選手で言うと、まあ、森田凛選手が結構去年攻撃の、えー、なんていうんですか、鍵にお握ってたのかなと、攻撃の司令塔的な役割と言いますか、そんな感じだったのかなというのを聞いております。で、補強した部分で言うと、JFL から2人、えー、堀内選手と坂井選手、JFL で対戦相手と,手として戦っていた、 ああ、ところでいい選手っていうのを、えー、連れてきてるのかなと。堀内選手はね、アンカーもできますし、センターバックもできる選手だと思ってるんですけども、あのー、JFL の競合、といえばやっぱホンダ FC ですけど、ホンダ FC から来た、ああ、選手ということで、J リーグでも活躍をしてるのかなと思います。はい。 そんなとこかな。はい。じゃ最後ね、補強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 ね、どうなんでしょうね。あるのかないのか。うーん、ちょっとね、お金あるのかなっていうのもあるし、えー、どうなんでしょうね。原油、戦力の奮起に期待して、あえて補強しないっていう可能性もあるし。 ちょっと、最後ね、えー、頑張ろうってとこで、えー、補強するのかもしれないですし、うん、どうなんでしょうね。えー、攻撃的なカターレと守備的な奈良。果たしてどちらが勝つのか。カター頑張れと。はい。頑張ってほしいですね。えー、暑さ対策にはムマサラのカレーと。うん。暑い時に食べるカレーって美味しいですもんね。 えー、当日ボランティアスタッフ、あ、そうなんですね。ボランティアで、えー、スタッフされるということですね。よろしくお願いします。西田選手、西田選手は、あ、金沢から来てる選手ですね。そうなんですね。遅延って何だろう遅延って何でしょうかはい。えー、ゴール裏で観戦予定ですね。そうですね。はい。 応援席ですね。リーグ戦、そろそろね、リーグ戦でもゴール見たいですね。手の外で2ゴール見事でした。育成レンタルね。うん、それも一つの手かなと思います。えー、後半戦、そう、やっぱり松岡大一選手に期待かけてる、期待してるサポーターの方多いですね。えー、川西選手が残ってれば、 生まれ故郷奈良に外旋だったんですけどね、と。うーん、そうですね。11番、空いてますね。土曜の楽しみと言ったらと。うーん、楽しみ。台風焼きそばのパッタイ。パッタイさんですかおー、台風焼きそばってどんな焼きそばなんだろう。ちょっと、楽しみになってきました。長野はギフトですね。はい。 はい、ありがとうございます。すごいな、150人の方、まあ、見ていただいてますね。やはり、J リーグ1年目のクラブ、快進撃を見せてる奈良クラブということで、注目が結構集まってるのかなと、思います。では、今後の予定についてと思ったんですが、テロップが、あ2日前の <laughs> 配信のままになってるので、そうですね、今ちょっと直しながら、 話をしていこうかなと、思い、ます。えー、これね、ちょっと、最近毎日のように <laughs> YouTube を更新してるので、あのー、細かい部分の準備がね、追いついてないのもあって、非常に申し訳ないんですけども、あ、水曜日じゃない。水曜日じゃない。ごめんなさい。水曜日じゃないです。水曜日ではないですね。土曜日。土曜日。 まず、あさって、えー、ですね、7月22日、えー、土曜日、えー、奈良クラブ対カター富山あーの試合を見にロートフィールド奈良へ行きます。楽しみです。去年行ってますけど、JFL 仕様のスタジアムが J リーグ仕様のスタジアムにどう変わってるのかなっていうのも一つの楽しみですね。 で、これもテロップ直ってません。すいません。えー、お待ちください。月曜か。あ、これね、本当は配信始まる前にね、直しとかんなんですけど、ちょっとね、追いついてないな、いろいろ。わーさす。 こうかな。こうですね。はい。まあ、打ち終わりました。えー、7月24日後ぐらいに、奈良から帰ってきたらまた動画を編集して、アップします。ので、また、あー、見てください。お楽しみに。で、えー、また直します。<laughs> まあ、やね、ほんと、ジグハグな感じはしますけども、 多分合ってるはず。多分合ってるはず。はい。来週の配信ですけども、次の対戦相手は、ああ後半戦にいよいよ入ってきます。鹿児島ユナイテッド FC が、後半戦最初の相手なので、鹿児島ユナイテッド FC についてお話をしていこうと思います。えっ、ー、と、これね、7月最初に当たったので、1ヶ月しか間が空いてないので、配信何やろうかなと。 おちょっと考え中ではあるんですが、まあ、後半戦はそのクラブの、えー、その今シーズンの状況であったり、えーまあ、過去前半戦の対戦を振り返ったり、どんなあーチーム状況なのか、どんなサッカーをするのかっていう、ちょっとサッカー的な部分に、えー、なるべく焦点を当ててやっていこうかなと。それでちょっと前半戦の配信との違いを作ろうかなと。 思ってきます。はい。ということで、最後に、えー、皆さん、お願いがあります。ぜひ、チャンネル登録をお願いします。高評価ボタンも、ポチッと、コメントも、スパチャも、ください。お願いします。えー、初めてご視聴の方、あ奈良クラブサポーターの方、あー、いらっしゃるかもしれないので、えー、お話ししますけど、普段は、J2、J3 のスタジアムを訪れる旅動画を、チャンネルに、 数多く今までアップしてきております。よろしければ、えー、この配信が終わった後に旅動画も見ていただけると嬉しいなと思います。概要欄に昨年の、えー、ベルスパ大分戦、奈良クラブ対ベルスパ大分の試合見に行った時の様子をアップをしておりますので、URL 貼ってますので、ぜひそちらもご視聴いただければと思います。はい。 コメントを読みましょうかね。えー、っと。ちょっと待ってね。えー、カッターさんも過密日程でしたね。連日ありがとうございます。はい。ちょっとね、きつかったですね。2週連続まさか水曜日に試合になるとは思わなかったんでね。びっくりでしたね。はい。来週の 鹿児島リベンジへ、この試合は負けられないと。うん、負けられない。ですね。うん。観光案内所の向かいにある居酒屋、立山。はあそんな店もあるんですね。なるほど、なるほど。来週は岩手戦なんですね。アナラクラブがってことですね。はい。その次は相模原、相模原だっけそうだっけ えー、奈良さん方面の後白寺の居酒屋情報。はい、ありがとうございます。待ってましたと。待ってましたと。はい。えー、気をつけて奈良に来てください。観光もぜひ。はい、楽しみですね。えー、気をつけて私は行ってきます。岐阜、気をつけて行ってきてください。拍手ありがとうございます。ポチッとありがとうございます。酔い、冷めてきました。大丈夫でしょうか えー、これ勝てればね、勢いに乗れそうですね。連勝、連敗からの連勝になるんで、これ勝っておきたいですね。えー、試合も楽しみですけど、カッターさん来るのも楽しみです。奈良サポはロートで、カッターさん探します。ありがとうございます。お気をつけてきてください。はい。楽しみにしてます。えー、奈良戦はパブリックビューイングから念、ね、を送りますので、現地、お願いします。はい。頑張ります。一人でも、感染者を増やしたいと。 そうですね。見に来る人、やっぱり増やしたいですね。えっ、ーえー、と、八平がってことですかね。はい。塩坂戦ですと。絶対勝ちますと。えー、長野さんも結構白星、遠ざかってるきつ厳しい状況ってことですかね。9試合ぶりの勝利目指してと。はい。ということで、これで終わりましょうかね。あー、これじゃない。えー、どこ行ったこれが。はい。 えー、142名の方最後までご視聴いただいてます。ありがとうございました。アーカイブでご覧の皆さんもありがとうございました。では、今日の配信これで終わりたいと思います。おやすみなさい。バイバイ。